高校入試用解説。明治維新。明治維新とは、19世紀後半に日本で起こった政治的社会的な大変革のことです。この変革によって、260年以上続いた江戸幕府が倒れ、天皇を中心とした新政府が成立しました。また、日本は鎖国をやめて西洋諸国との交流を始め、近代化を進めるようになりました。明治維新のきっかけは、1853年にアメリカのペリーが黒船を率いて日本に来航したことです。ペリーは武力をちらつかせて開国を迫り、幕府は天皇の許可なく、日米和親条約や日米修好通商条約に調印しました。しかし、これらの条約は日本にとって不利であり、国民の生活は苦しくなりました。幕府への不満が高まり、倒幕運動が盛んになりました。明治維新で活躍した人物として、維新三傑と呼ばれる、木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通が有名です。彼らは、それぞれ長州藩や薩摩藩の出身であり、藩の方針を倒幕へと動かしました。1866年には、薩長同盟を結び、1867年には、徳川慶喜に大政奉還をさせました。1868年には、王政復古の大号令を発し、戊辰戦争を起こして、旧幕府勢力と戦いました。明治政府では、廃藩置県や、殖産興業などの改革を実行し、日本の近代化に貢献しました。明治維新後の日本は、様々な変化が起こりました。政治では、天皇制が復活し、憲法や議会制度が導入されました。社会では、身分制度が廃止され、教育制度や、兵役制度が整備されました。経済では産業革命が進み、鉄道や電信などのインフラが整備されました。文化では文明開化と呼ばれる西洋文化の導入が進み、洋服や洋食などが普及しました。明治維新は日本史上最大の変革であり、現代日本の基礎を築いた出来事です。高校入試では明治維新の流れや人物だけでなく、なぜどのように変化したかを理解することが重要です。明治維新は日本史の中でも重要な節目とされています。その影響は現代に至るまで続いています。明治維新後の日本は西洋化と近代化が進み、大きな発展を遂げました。そして日本は第二次世界大戦の敗戦を経て、戦後の復興期に再び近代化を加速させ、世界で有数の経済大国に成長しました。明治維新の歴史を学ぶことは、日本の歴史を深く理解することにつながります。